少林武僧一龙和日本变态伪娘长岛雄一郎是死冤家，双方两次过招，武僧一平一负处于劣势。第二次交手，一龙被击倒毒表，但裁判判罚平局，引起了极大争议。不少拳迷认为这种爱国少实在可耻，输不起丢国人的脸。一番战，武僧一龙出拳缓慢，技术粗糙，根本碰不到伪娘，而长岛雄一郎把一龙打成了移动沙袋，一龙被多次重击强迫毒秒。有关方面为了帮助武僧缓口气，强行进行赛场医疗，这才避免一龙被 KO 晕厥。不过这场比赛神僧多次被日本变态男重创，也是很不视频前的你，如果在男性持久力、勃起硬度等方面不满意，现在就加郭老师微信358163379，让郭老师帮助你持久坚挺，延时20到40分钟，补肾壮阳，延时助勃，增强夫妻性生活，28天彻底告别快男软男，做回自信的自己。记住微信358163379。ゴングが鳴りました。白のトランクスが長島次元を強一郎、そして黄色と赤のトランクスが中国、おっと右の膝がいきなり入りました、中炎の膝が入りました。中炎選手はどちらかというと入隊スタイル、倒された、これどうだ、今左フック入りましたね、ちょっと荒いですね、ちょっと気が流行りましたか、気が流行りましたね、ダウンを喫しました長島次元を強一郎、中炎の左フック、スーパーファイト3ノックダウンシステム、また近いと左のフック、これもダウンか、いや効いてる、効いてますね、いやこれも近い、右入りましたよ、中炎の連打、中炎の連打、中炎の連打、ダウンか、いやこれはどうだ、この中炎選手パワーありますよ、なんといっても長身1m84cm、中炎左右の連打、さあ右ストレート、長島がぐらついている、危ない左、中炎のパンチ、いやこの選手結構強いんじゃないですか、圧力をかけて2度目のダウン、長島絶対絶命、これはしかし角田レフリー止めました、レフリーストップ長島、なんかあの中国から初めてあの K-1 向きの選手が出てきたんじゃないですか、過去3打の選手がこの K-1 に出たことがありましたが、中国稲妻客、この周炎が足を見せずにパンチで長島次元を強一郎をわずか1ラウンド1分4秒の強化勝利、もうちょっと蹴り見たかったですね、周炎選手ね、本当蹴りの選手なんですけども、ジエオス選手がですね、いきなりって当たっちゃってもうそれ聞いちゃいましたね、はい、関根さん、はい、もうパンチの距離でね序盤から行きましたけど、そうなんですね、ジエオス選手のパンチに付き合って勝っちゃいましたもんね、はい、すごいですね、このダウンのシーンでした、川端さん、はい、周炎のパンチすごい強いですね、どんどん前に出てくる選手なんだなと、はい、思いました、しかしながら龍太さん、はい、ジエンオツ、あの4月の悔しさを乗り越えようと、用户之地的粉丝大家好，我是轩辕，关注中国搏击请微信搜索用户之地。